軍師だ。これで強敵がいなくなったのです。喜ぶべきでは。しかもあの周遊は何度も軍師を殺そうとしたではありませんか。南から来た者によれば、奴はなぜ孔明が生まれたのかと臨終の際に叫んだとか。それほど恨んでいたのです。それなのにどうして悲しまれるのです。周遊が私をそねんでいたというが、そうではない、違うのだ。だからこそかつて我が兄をよこし、護衛の基準を進めた。周遊は私の才覚が己より勝っていることをそねんだのではない、敵となったことを恨んでおったのだ。周遊は詩や歌に優れた東大きっての武将だ。だが志半ばにして命を落とした。どうして悲しまずにおられようか。いや、いかんいかん。口頭では軍師が都督を殺したと思っている。弔問に行っても命を狙われるだけ。良いことはない。周遊亡き後、都督となるのは露宿でしょう。露宿はこれまで我らとの同盟を唱えてきました。都督になるのなら和解するのに良い機会、ぜひ行かなくては。それに弔問にかこつけてこちらの力となる賢者を探すのです。そうは言うものの、やはり心配だ。周遊の死に乗じてきっと曹操は動く。孫権とて我らとことは構えません。その上資料に友をさせますので間違いはありません。ご安心を。必ず軍師をお守りします。孫権と露宿は同盟を望むにしても、他の武将たちが黙ってはいないだろう。周遊がいても恐れなかったのです。周遊なき今、何を恐れましょう。とにかく気をつけてくれ。ありがとうございます。奥方、喪に服しておりますのでご挨拶できません。どうかお許しください。奥方、明日は葬儀ゆえ大事になさい。今日はもう休まれるがよかろう。私たちが通夜をいたそう。お忙しいところをわざわざ通夜においでいただき、さぞや公金も喜んでおりましょう。公金は死に望み、これを露宿殿にお渡ししろと、後期に代わって、どうか主君をお助けし、大業をなさいませ。主君、はあ、何をそんなに悩んでいらっしゃるのです。死刑、間もなく災いが訪れる。ああ、たった今知らせが参った。曹操は後期の死を知るや
帝域の計りごとを入れ30万の大軍で攻めてくるというのと。すでに存じております。御主君、諸葛亮が500の兵を率いて長門にやってまいります。ああ、孔明は今どこにいる？波及へ行くつもりが、葬儀は斎葬で行われると知りこちらに向かっております。孔明が来ると困ったことになります。怒った武将たちが奴を殺せば両家は戦いになります。そこを早々に攻められたら一大事です。良い考えはあるか。即刻兄の諸葛金をやり説得させ、そのまま孔明たちを帰らせるのです。それしかありません。ではそのようにいたせ。はい。軍師殿、誰か来ます。兄上、どう？孔明、言ってはならん。呉の武将たちは皆、黄巾殿を殺したのはお前だと思い込んでいる。お前たちが長門に来ると聞き、定府殿や寛寧殿たちはお前を殺し、黄巾殿を弔うつもりだ。ロシク殿はすでに都督となったのだが、両家が反目し、その気に曹操が乗じることになってはと、お前に斎葬へ来ぬよう勧められているのだ。死刑殿は間違っている。お、ここで引き返せば、むしろ黄巾殿の死は私のせいと認めたようなもの。兄上もご存知のように、私は中途半端は嫌いです。しかし決めたことゆえ、兄上もうおっしゃるな。兄上のお気持ち、孔明感謝いたします。